こんにちは。こんにちは。バサーオールスタークラシック2022アラカ出展しまーす。はい。アラカブースが出まーす。はい。バサーオールスタークラシックって有名ですよね。有名っていうか、まあ、一応日本の多分一番トップなんじゃないかな。ですね。なんか、ね、はい、プロたちが集まってバス釣りの大会ですね。はい。頑張る場所です。はい。はい、それが開催日が10月30日の2日間ですね。はい。はい、で、アラカブースは両方とも8時から16時まで開けてます。はい。はい、で、会場、場所がですね、はい、千葉県香取市、水の里佐原。はい。で、こちらですね、どなたでも入場無料でございます。うん、で、まあね、アラカ以外のいろんなあのね、釣りのメーカーさんのブースなども出てると思いますけど、はい。はい。アラカのブースの方に僕と宗男くんがちょっとお邪魔して、はいはい、お時間はね、ね、いろいろ立て込んでて何時まで降れるかわからないですけど、ちょっとね、なるべく長めに降りたいと思いますので、はいはい、で、じゃあ宗男さんと徳ちゃんがいる日が10月29日の土曜日ですね。はい、その土曜日限り、はい、はい、でも荒川両方開けてますので、はいはい、物品をね、しっかり購入したい方は、はい、土曜日も日曜日も両方行った方が、はい、はい、入れなかったりね、はい、したらちょっともったいないので、でそこでですね、アラカブースではですね、アラカの製品展示販売のほか、はい、あのアラカジグ、バージョン 1.5 が出ます、新しいカラーですね。1.5 ということは2と1の間ということよね。そう、ってことはあるかもしれないね、はいはい、いずれね、はいはい、それと、うん、イベントロゴ、はい、あのバサーオールスタークラシックっていうロゴが入った、まあちょっと画像出しておきますけど、はいはい、そのロゴと釣り岡メンバーのサインが入った限定風着、あれね、ロンティー、ロンティーが出ます。山着の今度はあのロンティーバージョンを作ったんですよ、はい、それが風着というんですが、それに限定の、サインのサインとロゴが入ったのが、うん、出ます、はい、これは先行販売を行いますので、そこの会場でしかまだ買えませんね、その日は、はい、はい、で、まあいろいろなブランドやイベントもありますので、うん、家族連れや釣りをしない方でもめちゃくちゃ楽しめます、はい、ぜひ、ぜひ気軽に遊びに来てください。はい、はい、はい、まあね、釣りをしない人でも、ね、うん、来て楽しいイベントだと思いますので、うん、はい、あ、2人は大会は出らんですかね。大会は出らん、だって俺らバスプロじゃない。出らんじゃなくて出れない。でもね、出れんとったい。いや、でもね、映像で見るとね、毎年すっごいね、人が集まって、そうなんです、あのこうね、ウェインやったっけな、こう、うん、ボートに乗ってくる、あれかっこいいね。そうそうそう、あれかっこいいもんね。あれかっこいいね。まあお祭りみたいなもんですからね。そうね、はい、うん、なので、はい、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。はい、お待ちしております。お待ちしております。